お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日の話は、昨日に引き続き、ペコちゃんが所属するヤマケン組 VS 長野会の話をしたいと思います。昨日はペコちゃんが所属するヤマケン組と長野会、まあ中野会の枝の組織ですね、そこと話し合いの席でペコちゃんがムキになって喋ってんのを見て、中野会の人がクスクスとバカにした笑い方をしたんですよ。それでペコちゃんが何がおかしいねんとブチギレて立ち上がったところで話は終わってるんですよ。それでペコちゃんとこの上の人間が、まあ待てと、お互いの話を聞いてからやと、喧嘩はいつでもできるぞと、まあ待てと、まあそういう風に言ってね、ペコちゃんを止めたんですよ。そしたら中野会の人が、ほーと、喧嘩はいつでもできるって、オタク喧嘩する気でいけるのと、まあそんな風にね言ってきたんですよ。そしたらペコちゃんの上の人は、お互い引くとこがなかったら最後は喧嘩しかしょうがないんじゃないですかと、まあそういう言い方したんですよ。そしたら中野会の人がね、うちは中野会のどこどこ組やと、そこまで名乗ってるのにもかかわらず蹴られてるんやと、まあ蹴りを入れられてると、その大義がうちにはあるんやと、オタクには頭下げることしかないん違うんだと、まあそういうことを中野会の人が言ってきたらしいんですよ。そしたらペコちゃんが、ちょっと待ってくれと、東京駅の人がごった返してる中で、わしもヤマケン組やと、ヤマケン組のどこどこやと名乗ってるんやと、そのわしを捕まえて小馬鹿にしたものの言い方をしやがってと、オタクはヤマケン組を舐めてるんかと、わしを舐めるのはいいと、ヤマケン組舐めとることは許しがたいことやと、まあペコちゃんがもっともらしい方をしたらしいんですよ。そしたら中野会のそのペコちゃんに蹴りを入れられた人、その人が東京駅でヤマケン組がどうやとか大声出してる方が恥ずかしいんだよとか、でペコちゃんも何こらと、お前も中野会で大声で言ったやないかいとか、もうちょっと子供の喧嘩みたいにね、バーってそこで嫌になったらしいんですよ。それで、まあ両方が、まあ待てと。じゃあ、ことの発端は何やと。なんでこうなったんやと。そこを説明せんかいと。まあそういう話になってきたらしいんですよ。どっちにも言い分があるんですよ、それはね。そしたらペコちゃんが、元の話は、わしがこの人間に、ある人間を紹介したと。その買い取り屋のことですね。トラックの荷抜きの買い取り屋。その人間を紹介したと。そしたら、わしにバッグが入ってないと。まあ、バッグのお金が入ってないと。だから、一人で金儲けしてるんやと。バッグの話言ったよなと。これ、ペコちゃんが作って言ってるんですよ。そのバッグの話なんか出てないんですよ、鼻から。もう、ペコちゃんは、ちょっと人がいいとこがあるからね。この人間が儲かったらいいわと思ってたんですよ。師匠、師匠って。懐いてくるからね。そしたらその中野会の人はね、そんな話聞いてないですよと、バッグ持ってこいなんか言われてないですよと、まあそんな風に返してきたんですよ。そしたらペコちゃんの上の人間がね、ほーなるほどなと、元はお前が仕事を振ってあげてるのに、そのバッグの金を持ってこなかったっていうことやなと、なるほどなるほどと、まあそんな風にね、まあ言ったらしいんですよ。そしたらまだ中野会の人は、そんな話は出てないと。バッグを持ってこい。そんな話は出てないと。まあこう言ってきたらしいんですよ。そしたら、ペコちゃんの上の人は、俺たちはヤクザだよと。どこのヤクザにしのぎを振って、バッグもなしに金儲けを誘うんだよと。あんたその金で毎月いくらしのいでるんだよと。そしたらその人も、ヤクザをそんなにしたことないからね。馬鹿正直に何でも答えるらしいんですよ。毎月500万ぐらいしのいでると。そうだろうと。500万しのいでるんだろうと。そんな美味しいしのぎ、
この人間が、ペコちゃんね、この人間が黙って指くわえて見てるはずがないだろうと。誰でも500万も忍び入れたら100万のバッグぐらい持ってこいよと言うに決まってるだろうと。だから今回のトラブルはそこに問題があるんだよと。そのバッグを渡せないっていうね、そこに問題があるんだよと。まあそんな感じで山県組の人がバンって強い口調で言ったらしいんですよ。そしたら中野会の人はしつこくね、バッグの話はないと、出てないと、まあそう言い切ったらしいんですよ。そしたらペコちゃんがね、じゃあ買取屋に聞けよと。買取屋にもあいつバッグ持ってきてないと、どうなってるんやろうと話してると、ペコちゃんがまあそういうふうに言ったんですよ。それとそのよく出会ってた居酒屋ね、そこの居酒屋にお客さんで来てる何々、それぞれもみんな聞いてると、そのバッグの話はと。まあこんな感じで頼みかけていったんですよ、ペコちゃんが。それはね、ペコちゃんはまっちゃんに電話かけて相談乗ってもらった時にね、まっちゃんに言われてるわけなんですよ。その買取屋の件、絵かけと、バッグの話があったと、それを口裏を合わせてもらえと。その買取屋にね、電話かけて確認取られたとしても、買取屋は聞いてましたよと、バッグの話は聞いてましたと。それでその居酒屋のお客さん、共通の知り合いにも絵を描いてもらえと、ペコちゃん寄りの話をしてもらえと、バッグの話はその時してましたよねと言うてもらえるようにしとけと。そういうふうにまっちゃんが知恵をつけたわけなんですよ、ペコちゃんに。それでペコちゃんはそんなバッグの話なんか本来出てないのにね、出てるようにしたわけなんですよ。それで中野会の人がね、電話をしようとしたわけなんですよ。その買取屋なのか居酒屋のお客さんなのか、それは誰かちょっと分かんないんですけどね、じゃあ確認するよって言って電話を取ったらしいんですよ。でもそれを中野会の人がやめさせたんですよ。するなと、電話かけるなと。でもその人は、いや、かけさせてくださいと、絶対にバッグの話なんか出てないんですと、だからかけさせてくださいって言うんですけど、中野会の人はやめとけって怒るらしいんですよ。それはね、その場で電話をかけて向こうにバッグの話出てましたよと言い切られたら、もうそこで話が山県寄りの話になるわけなんですよ。完全にペコちゃんサイドの話になるんですよ。だからその場でバッグの話があったかなかったかの確認をさせなかったわけなんですよ。それで長野会の人は、わかりましたと、こっちもいろんなこと確認不足ですと、一旦今日はこのまま帰らせてくださいと、後日もう一回きっちりした話させてくださいと、そう言って帰っていったんですよ。だからこのまま行ったら蹴り入れた話がチャラで終わらされると、どっかで話を逆転せんなあかんと。でもその場面ではもう無理なんですよね、勝てないんですよ、掛け合いに。それから3日ぐらいしてね、長野会の執行部の人から、山県組の執行部の人に連絡が来てね、まあお互い本部に話は上がってたんでしょうね。それでもう今回のことはお互い何もなかったっていうことで終わりにしてもらえませんかという連絡が来たんですよ。それでペコちゃんの組織も、いや大丈夫ですよと、それでいいですよと、それを執行部に言って、執行部が分かりましたと、今回はお互い何もなかったということで話が終わったんですよ、その話はね。それでペコちゃんは買取屋にね、今まで通りその中野会の人間にしのぎをさせてあげてくれと、そういうことを言ってあげてるわけなんですよ。今回わしとトラブルになったけども、それでも今まで通りしのぎさせてあげてくれと、まあそういうふうに言ったわけなんですよ。なんでそんなことを言ったのか、自分もまっちゃんもその時話聞いてクエスチョンがいっぱいついたんですけどね、まあそれはペコちゃんのいいとこなのかもわかんないんですけど、まあ自分らはちょっと違うなと、まあそんなふうに思ったんですけど、それでその長野会の人もね、厚かましくね、まだそのしのぎを続けるわけなんですよ。でもペコちゃんにバッグは持ってこないんですよ。それでペコちゃんに、まあ他の人間ね、他の山県組の人がバカにされてるやないかいと、
言えと、バッグ持ってこいと言えと言うんですけど、ペコちゃんは言わないわけなんですよ。それからね、2、3ヶ月したときに、その長野会の人がね、パクられるわけなんですよ。全然関係ない事件でね、パクられるんですよ。それでもう組織のこととかね、いろんなこと歌うわけなんですよ。警察にペラ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 行くわけなんですよ。それが事務所にバレてね、その人処分されるんですよ。あまりヤクザの経験がないし、逮捕も初めてだと思うんですよ。それで警察からかましガン入って、何でもペラ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 言ってしまったんですよ。それでその人は、まあその事件自体はね、大した事件じゃなかったから初めてだし、執行猶予がついたんですよ。それで出てきたんですよ、社会にね、執行猶予で。そしたら色一番にペコさんのところに来たわけなんですよ。いろいろありましたと、申し訳ありませんでしたと謝りに来たわけなんですよ。それでね、その謝りに来た人がね、ペコちゃんの射程員になったんですよ。それでペコちゃんとトラックの荷抜きの仕事、そのしのぎを二人でやっていくんですよ。まあそれなりにペコちゃんにもお金が入るようになったんですよ。それでペコちゃんがちょっと障害的な事件があったんですよ。それで今度またパクられたわけなんですよ、二人一緒に。ペコちゃんもパクられたんですよ。それでその元中野会の人ね、ペコちゃんの査定になった人、この人もパクられたんですよ。そしたらペコちゃんのあることないことね、全部歌われたんですよ。それで結局ペコちゃんは、こんな本来懲役行くようなことじゃなかったんですけど、再逮捕再逮捕って3回されたんですよ、再逮捕ね。そのうちの2つ起訴されてね、懲役3年半いったわけなんですよ。結局この査定した人間に全部歌われてるわけなんですよ。でもそのトラックの荷抜きのしのぎ、このことは言わないんですよ、自分のしのぎだから。それでペコちゃんが3年半懲役行ってる間、そのしのぎでしこたま儲けたんですよ、この長野会処分になった人間ね。それで長野会が絶縁処分になって、まあ長野会がパンクした時ですね。その時にペコちゃんも関係ない山県組、そこに行ったわけなんですよ。まあもう今から気になってるんですけど、その後結構長い間役出せたらしいです。ペコちゃんにクレーム入れろと周りは言ったんですけど、ペコちゃんはクレーム入れなかったんですよ。誰か分かんないんですけど、変わった男なんですよ。はい。まあでも何でもかんでもすぐ信仰する人間は信用できないということです。はい。ということで今日はペコちゃん VS チンコロマンの話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。